はい、本日のロスジェネなんですけども、今回は26歳男性からのメールでございました。これがですね、確かになぁと思わせるところがあったんでお話ししていこうかと思います。そのメールの内容っていうのはですね、この26歳の男性、大学を出て就職を何回かしたんだけども、なかなかいい会社、経営者に巡り会えなかったというんですよね。なかなかいい会社がないよね、と。22、3歳の頃に思って転職。24、5歳でもう一回転職したんですけども、なかなかお手本になる会社ですとか、この仕事をやっていきたいと思えるような先輩上司経営者に出会えなかったってことなんですよ。まあこれはね、ロスジェネ世代であります私たちもよく言えることだと思うんですよ。なかなかいい会社ないよねとかって私たちの世代でも言いますよね。肝心なのはこの26歳の方の手紙の後半なんですよ。まあいつも久保さんの放送を聞かせてもらってます。その他ロスジェネというキーワードでいろいろと思うことがあるんで、今回勇気を持ってお話しするんですけども、私たち20代の世代から見ると、どっかに会社に就職しようかなと思ったり、就職して上司や先輩を持つと、大体経営者の方は40代50代とか、先輩とか上司は40代50代なんですよと。で、私たちがね、いい会社がないとか、なかなかお手本になる先輩がいないっていうふうに考えるのはまだ新参者なんでわかるんですけども、なんで40でも50でもロスジェネという世代の方は未だにいい会社がないとか、いい先輩上司がいないとかっていうふうに考えてるのかなってことらしいんですよね。まあこれについてはね、私も何とも言えないというかね、確かに私たちが20代で就職した時も、まあ経営者の方は40代とか50代でした。確かにね、私たちの世代ってのは、いい会社を作って、いい経営者や、それから先輩や上司となってね、20代の皆さんをお迎えしないといけない立場なんですよね。部活で言うと、その2年生とか3年生が、新入生たる1年生を迎える、まあそんな準備をして、迎えるわけなんですよね。確かにね、なんかこの社会の先輩としてやるべきことをやってないっていう風に見えちゃうのもその通りだと思うんですよ。プラス、まあこのね、26歳の男性は結構他にも色々と辛辣なことを書いていたんですけども、いや、お前らが音を上げててどうすんだよと。お前らが俺たちを引き受けてくれないといけない時代だろうって。いい見本になってくれって、いい背中を見せてくれ。まあ、がっかりだよみたいなことをね、結構書かれてたんですよ。まあ、ですんで、メールそのものをちょっと紹介することはできないんですけども、そうなんですよね。いろんな状況が重なって仕方がなかったというのは私たちの理屈なんですけども、でもこうしたね、そういう私たちの人生をしっかりと見ているわけではない方から見ると、世の中にいる40代、50代の男性、女性ってのは、頼もしくて頼れる存在というイメージのはずなんですよね。でも実際には、まあ腐って引きこもっちゃったりとかね、しているっていうふうに見えるんですよね。まあその辺は、なんとも言い返す言葉がないんですが、ただ、私たちが思うのはね、自分たちの状況も確かにそうなんだけども、その私たちの状況で、どういうふうにね、私たちが奮起して立ち上がってるのかっていうことも見てほしいなと思うんですよ。一部の人だけかもしれませんけども、一部の人だけにしかね、そういう風な姿見えないかもしれませんけども、俺たちの世代だって、やるやつはやってんだよだよね、そういうことなんですよね。ただまあ本当にね、まだ20代の方から見ると、40代、50代の私たちの、やってみたけどダメだったってことが重なっちゃったその悔しさとかはね、なかなか見えてこないと思いますんで、それについてはね、売り言葉に買い言葉にならないようにしようかと思います。お前らに何がわかるんだよって私たちが言った瞬間に、それは単なる口論と論破の掛け合いになっちゃいますんで、分断になっちゃいますんでね。確かにそうだよね、と。俺たちもうちょっと頑張るから見といてくれよ、ぐらいのことしか言えないかなというところなんですよ。この放送を聞いた皆さんはいかがお感じでしょうか。まあとにかくね、20代の方が、40代の方、50代の方、私たちに対して、こういった気持ちを忌憚なく発信してくれたっていうのは、まあある意味ね、ありがたいことだと思うんですよ。関心を持って、やっぱりね、憧れたいというふうに期待はしてくださってると思いますんでね。あともうちょっと様子を見てください。すいません。それじゃあ、若い方もね、私たちも元は若かったんですよ。そうならないように、
今から20年後の自分を作り上げてみてください。私たちもこれから20年後の自分を作り上げるために格闘し続けていきます。じゃあ以上です。